選手にお越しいただきました。前半10分、自ら奪ってゴールまであっという間のスピードでした。持ち味全開のゴールでしたが、どう振り返りますか？そうですね、早い時間帯に点取れたんで本当に良かったかなというのを思います。あの一連の流れ、狙いとしていたところどんなところだったんでしょう？そうですね、チームみんなでハードワークして最終的に僕がボールを取って決めたので、本当にチームみんなで取ったゴールかなというふうに思います。これで4戦連発、中2日とは思えないような動きでしたが、自身の好調の要因、今どのようなところに感じてますか？いや、本当にチームみんながハードワークして、本当にチームのためにみんなが戦って試合に勝っていると思うので、本当に全員で取った、つかみ取った勝利かなというふうに思います。そしてこのゴール、今シーズン6得点目、現時点で得点ランキング単独トップに立ちました。本当に点取っていることは本当に良かったと思うので、これは続けないと意味がないと思うので、また次しっかりと取れるように頑張りたいなと思います。これで開幕からの連戦一区切りです。一区切りした後、さらに積み上げていきたいところ、自身としてはどんなところでしょうか？まあ、しっかり次試合がしばらく空くので、しっかり休んで、またいい準備をして次勝てるようにしたいなというふうに思います。まだまだ得点期待しています。おめでとうございました。